皆様のふるさとはどこですか？私たちは静岡市を拠点に活動しているよさこいチームです。ふるさと静岡の良さを伝えようと本日はやってまいりました。今回披露する和葉を思うという作品は、静岡を思う茶匠が和葉という娘さんに出会い、2人の素敵なふるさとを巡るストーリーが進んでいく作品になっております。ぜひ皆さんにもふるさとを思い浮かべてご覧になっていただきたいと思います。そして最後の方には、いっせーのでと踊り子と一緒に手を振って素敵なステージをみんなで作っていただきたいと思います。それでは参ります。春の訪れに和葉を思う。第4幕、明日を思う。
中途半端や。青い一星でした。ありがとうございました。